皆さんこんにちは。1978年にトヨタチェイサーの CM ソング「サムライニッポン」を歌っていた趣里英子さん。ずば抜けた歌唱力とパンチのある歌声は他を寄せつけず一線を画すものがあります。残念ながら2004年にお亡くなりになられてしまいましたが、趣里さんが現在も活動を続けていたらきっとすごいことになっていたことでしょう。しかしその実力とは裏腹に、当時は彼女の実力に日本の芸能界がついていけない、彼女を理解する目が育っていないとも言われていました。その歌唱力は一体どこで磨かれたのでしょうか。そしてあの伝説の世界的スーパースターとの恋愛関係は。そこで今回は趣里英子さんの過去についてプロフィールとともにご紹介します。趣里英子さんのプロフィール。本名田辺英子。1948年3月19日生まれ。東京都足立区出身。最終学歴は目白学園高等部卒業です。ジャンル、ポップス、ジャズ、ソウル、歌謡曲。活動期間、1962年から2004年。舞踏家兼振付師で、エド・サリバン賞に出演歴のある母、趣里美沙夫さんと、オペラ歌手の父、田辺真一さんの間に生まれました。家庭内暴力のため、後に両親は離婚。父は趣里さんが5歳の時に交通事故のため亡くなっています。1964年、日本人の海外渡航自由化の年に16歳で単身渡米しました。半世紀以上も前にアメリカへ単身で渡り、ショービジネスを学ぶとは、若干高校1年生にして信じられませんよね。アメリカでの活躍。渡米後はそのダイナミックなアクションで、リトルダイナマイトと呼ばれて人気を博し、ラスベガスを中心に活躍していました。ショーの本場アメリカで見事認められた歌手となりましたが、日本では実力があってもヒット曲がないと歌手として評価されず認められない時代でした。彼女はそのことで相当悩まれたそうで、アメリカのステージで培われた彼女は日本人の耳が肥えてきた時にこそ聴衆に受け入れられるだろう、というような言葉は見られましたが、そんな時代は来ませんでした。ヒット曲がなかなか出ず、世間から忘れられてしまうのではないか、そんな焦りもあり、精神的にも追い詰められていったようです。そんな彼女を励まし続けたのは、彼女のマネージャーで元夫の渥美孝雄さんでした。しかし、悲劇は続いてしまいました。その後、ストレスなどで肝臓を患ってしまい、5年という長期にわたって入院生活が続きました。アメリカ側から出演を請われ、大舞台で歌い、絶賛を受け、英語でネイティブたちと流暢にコミュニケーションを取れる、そんなステージ歌手は今も現れていません。世界的スーパースターとの出会い。ラスベガスのステージで歌っていたある日、世界中で彼のことを知らない人を探す方が難しいと言えるほどの超大物、リンゴスターが偶然遊びに来ていたのだそうです。彼は彼女の歌が終わると同時にアンコールを繰り返し、スタンディングオーベーション。食事でもしないか?と誘われたそうですが、趣里さんは断ってしまったのだそうです。その時のことについて、あの時はまだ順調でよくわかっていなかった。もし断っていなかったら第二の小野陽子になれたのに、と後年語っています。日本での大ヒット。浅間山荘事件が起こった1972年、北国行きでが80万枚を超える大ヒットをし、第23回 NHK 紅白歌合戦に初出場しました。白組の対戦相手はあの堺正章さんでした。当時の紅白歌合戦は今とは違い、出場には歌手としての権威が与えられていました。また紅白のどちらが勝ったかは国民の関心事。実力本位で勝負ができない日本の芸能界でのジレンマと戦いながら、心から歌を愛し、見事紅白歌合戦に出場した趣里英子さん。
1976年にはカーネギーホールで日本人女性初としてジョイントリサイタルを行いました。大ホールでの公演は超満員となり大成功を収めました。いかがでしたか？歌っていると楽しくて時間を忘れる、歌でみんなをハッピーにしたい、それがサービス精神旺盛な趣里さんの基本的なスタンスだったそうです。現在でもファンの方からは彼女に対して多くのメッセージが寄せられています。北国行き、今でも懐かしく思っています。レコード買って毎日聴いていました。私の青春の一部でした。亡くなられているとは知りませんでした。56歳の若さでなんて早すぎます。まだまだ歌い続けたかったでしょう。残念でなりません。ハスキーボイス最高、素晴らしい歌唱力。シングル曲で今でも好きなのが1979年10月にリリースされたロッテチョコレートのテレビ CM、愛は旅人です。あなたの歌声はあなたを愛した人々の記憶の中にずっと生き続けるでしょう。彼女の歌声はこれからも永遠に聴く人を感動させてくれることでしょう。